縄文時代の H な事情が激しすぎるって本当？私たちの祖先、縄文人も当然営みがあったから子孫を生み、その血が私たちの世代までつながっているのですが、はるか昔の彼らの営みの様子をイメージできるでしょうか。ネット上では本能の赴くまま交わり、オーガズムが自由自在で一晩中行為を行っていたとの話がありますが、本当なのでしょうか。夜の明かりも満足にない時代、どのような形で営んだのでしょう。村の人数は少なく、全員が家族のような間柄だったのに、どのように恋愛したのでしょうか。今回は縄文人の営みにまつわる雑学について取り上げます。縄文人はどうやってマッチングした？まずネット上で見かける縄文人は本能の赴くまま交わっていた、オーガズムが自由自在で一晩中行為を行っていたとの説についてですが、次のような意見が多く寄せられています。羞恥心がない、絶頂をコントロールできた、本能の赴くままにしていたなどについて、なぜそんなことが言えるのかが全く触れられていなくて謎すぎます。夜は危険だから昼間に性行為を行うという一方で、一晩中行った、どっちが本当？夜通しできる体力があったとしても、一回にかかる時間が長いんじゃ効率悪い、短時間で終わってすぐに回復して何回もできたんならわかるけど、現代人よりも体力や生きるための本能が強い縄文人ですから、一晩中交わることも可能なイメージです。また優秀な遺伝子を残すためには、パートナーを限定せず積極的に行為に及ぶことも考えられます。自然界に生きる動物はまさにそうですよね。生殖行為と考えれば、短時間で済ませる方が身の危険も少ないでしょう。しかしそれではあまりにも動物的。後に述べますが、縄文人は私たちの想像以上に性に対する意識は高かったようです。性行為に淡白になりつつある現代人の願望が、縄文人は羞恥心がない、絶頂をコントロールできた、本能の赴くままにしていた、そう思わせているのかもしれません。さて、恋愛といえば、まず男女が出会わなければことが始まりませんね。縄文時代の人口は現在よりはるかに少なく、都市というものもない状況です。50人以上が暮らす大規模な集落はあまりなく、一般的には15人から20人ほどの村が多かったでしょう。すると当然、そのほとんどが親戚ということになります。縄文時代には集落内の恋愛や結婚、関係を結ぶのはタブーであったと考えられています。もちろん現代のような禁断の恋というのがなかったとは言い切れません。しかし縄文人たちも本能的に近親者と交わることで、遺伝的にどんな問題が起こるかを肌で、あるいは代々の言い伝えもあり、理解はしていたようです。思春期の女性には近親者との性交を回避する本能が備わっているとの説があります。現代でも初潮を迎え年頃になると、父親を毛嫌いするようになるのはその本能のせいだとも言われています。では縄文時代の年頃の男女たちはどのように恋愛していたのでしょうか。最近の研究により、縄文時代の人々は私たちが思っている以上に日本列島内での地域同士の交流・交易を盛んに行っていました。東京都の一部である伊豆諸島の八丈島にある倉和遺跡からは、関東地方に由来する土器はもちろん、東海地方や近畿地方に由来する土器や、果ては現在の青森県で出土するような土器が発見されています。海路だけではなく、陸路でも交易は行われています。
陸路では主に黒曜石が取引されており、当時の最高級品質であった長野県産の黒曜石が数百キロ離れた遺跡から出土した例があります。ここから先は想像になりますが、交易で外からやってきた男性が気に入った女性を見つけて交わった後、村に留まる場合もあれば、元の村へ帰ってしまった場合もあったことでしょう。村の長たちも、年頃の女性たちの相手を見つけるために、村の外からやってきた男性を長く滞在させるためのもてなしをしたかもしれません。しかし、男性には申し訳ない話になりますが、村としての視点からは、子種さえもらえれば OK だったという説があります。村と村で合同で行われる祭祀の場合も、火を囲み儀式を行い、晴れの場ということで日常とは違う高揚感も手伝い、男女の恋が芽生えやすい出会いの場となっていました。こうして村の外から新しい血を取り入れることで子孫をつないでいったのでしょう。土偶と石棒からわかる縄文人の聖地式。子種さえもらえれば OK だった。そう唱える研究者は土偶と石棒の造形の違いを根拠に挙げています。土偶は皆さんもおなじみのふくよかな女性や妊婦の体全体を模して作られたものですね。一方で石棒とは、土偶と同じく祭祀に使われたとみられるものですが、男性の体の一部、男性器のみを模して作られたものです。つまり露骨な話ですが、男性はその点のみしか重視されていなかったというのです。石棒は大きいものは2メートルを超えるものから、小さいものはマッチ棒くらいのものまでバリエーションがあります。縄文時代前期くらいから明らかに男性器を模したものとされる石棒が作られるようになったそうです。興味深いことに、いくつかの石棒の先端部分には、擦った跡や叩いた跡が残っています。これは祭祀の時に擬似的な性行為が演出されたと言われており、小さい石棒については最後に火にくべられて意図的に打ち壊されたそうです。そうなると男性性の象徴、石棒と女性性の象徴、土偶はセットで儀式などで扱われていたのかとイメージする方もいるでしょう。しかし実際は石棒と土偶が一緒に出土した例は多くないようです。今でも日本に残る男性器や女性器を模した御神体を祀る神社も、男性の象徴または女性の象徴の片方しか祀っていないことが多いので、二つはそれぞれ別で独自の祀り方をしていたのでしょう。一方で縄文時代の呪術具には男女の交わりを示すものが存在しました。富山県の大境洞窟住居跡からは石棒の先端に女性器を思わせる装飾を施したものが見つかっています。また人体文土器といって男女の人形が一対、土器の後円部に取り付けられている土器も新潟県の井上遺跡から見つかりました。これらの取り付けられている人形は、共に男性器、女性器をあらわにしており、男女の交わりによって生命が誕生する概念を表現しているといいます。これまで縄文人の性や生命観の捉え方については詳しい資料がなく、本能的に交わっていたという説が主流だったそうです。しかし、石棒や土偶以外に男女の交わりを表現する資料がいくつも発見されたことにより、縄文人たちは本能での性的な交わり以上に、交わりによって生命が誕生するということを現代の私たちと同じようなレベルで理解していたのではないかという説が有力になってきています。縄文時代の夫婦の常識。縄文時代、
夫婦という概念はどうだったのでしょうか。縄文時代では狩猟などで女性よりも男性の方が命の危機にさらされて死亡することが多かったことでしょう。狩猟で死亡せずとも集落を代表して遠方まで交易に向かうのも男性の役割です。すると縄文時代は女性によって村が支えられていたという見方ができます。夫婦という形に依存せずとも村の女性同士あるいは村全体で子育てする風習があったとされています。埋葬方法からも夫婦の概念が現代とは異なると推察されます。縄文時代の埋葬方法は2人以上の遺体を一つの墓に葬る合葬が一般的でした。はっきりとしたことは分かっていませんが、血を分けた者と分けていない者がいた場合、血を分けた者同士をまとめる方が優先されたと言われています。ところが、血のつながりのある妻と子が同じ墓に葬られることはあっても、血のつながりのない夫と妻は、別々の墓に葬られた事例があるようです。ここから推測すると、そもそも夫婦という関係性がほとんど重視されず、現代のような一夫一婦制ではなかったのかもしれません。世界的に見ても、狩猟を主とする民族の社会では、自分の血のつながった子供だけを育てるのではなく、村の大人たちが村のすべての子供を平等に面倒を見るのが通例だそうです。複数の養い手がいることによって、子供が大人になるまで生き残れる確率を少しでも引き上げたのでしょう。また、現代の私たちには馴染みがありませんが、一夫一婦制ではなく、女性が複数の男性と交わることで、優秀な遺伝子を残せるという考え方もあったのかもしれません。ちなみに弥生時代になると、上流階級を中心に夫婦のみの合葬スタイルが一般的になってきたそうです。というのも、稲作が普及して田畑や稲を所有する概念が広まっていくと、それらの所有している財産を誰に継承するかという相続問題が出てきたからだと言われています。継承する相手が我が子であるか、嫡子というのが価値を持ち始めたのもここからだそうです。縄文人の月経と月の関係。交わりや子育てと切っても切り離せない月経について、縄文時代の状況を見ていきましょう。経血の独特な匂いは、狩猟を主にする男性からは、獣に血の匂いを気取られて狩猟に支障が出てしまうと敬遠されていたようです。そのため、縄文時代の女性は月経が始まると専用の小屋にこもりきりになり、その中で枯れ葉を積んだ上に座ってひたすら経血が止まるのを辛抱強く待っていました。昭和の初め頃まで月経小屋で過ごすことを強要されたことがあったように、日本では血は汚れの思想が根強く、すでにこの頃から女性は月経の際に隔離される生活を強いられていたのですね。ところで、子供10人産めば授乳期も止まるから月経は大した弊害じゃなかったなんて話を聞いたことがありませんか。縄文時代の女性は生涯に4人から6人、多いと8人もの子供を産んだとされていますから、この話もあながち間違いじゃなさそうですね。月経の周期と関係する月の満ち欠けについては、縄文人が神秘的に奉っていたようです。縄文人たちは月が満ちた後に欠け、やがて新月を迎えるサイクルを、いわゆる輪廻転生のように考えていました。死とは単なる別れではなく、体から抜け出した魂が別の世へと転生することだと捉えられていたようです。
別の世へ魂がとどまった後、しばらくすればこの世に再び生まれてくるという死生観であったため、死の直後は悲しむものの、その思想は近親者たちの悲しみを癒したことでしょう。縄文時代に多く作られた土偶も、豊穣のシンボルであると同時に、命が無事に循環することを願って作られたと言われています。これらのことから、縄文人たちは私たちが想像する以上に高度な死生観を持っていたと推し量ることができます。縄文人というと私たちは、はるか昔すぎて、彼らに対して原始人と同じようなイメージを抱きがちです。しかし、縄文人たちも、交わりと生命の神秘を現代と同等、いや、それよりも高いレベルで理解し、その上で子孫をつないできたことが分かってきています。そう考えると、出会いのスタイルなど様々な違いはあれど、縄文人たちに対して親近感が湧いてくるのではないでしょうか。皆さんは縄文人の営みにまつわる雑学についてどのような感想をお持ちになりましたか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。他にも取り上げてほしいテーマなどありましたら、リクエストもお待ちしております。また、この動画が興味深いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。